伊藤純也選手の件、あ、出ました。ちょっと今ね、試合見ながら見てますけど、純也がいたら勝てた可能性だってあるからね、これね、今のところでね。どうなっとんじゃん、ほんとに。慎重だっけ、あれ。裏取るよ、わからんけど。今ね、ギャギャ言うのもおかしな話なんだけど、まあ、田島会長の話が結構ね、僕はね、ちょっと気になってますね。日本代表のメンバーも、監督もチーム帯同してる全ての人たちが、純也いてくれと。そして純也もいるって言ったにもかかわらず、田島が返したな。あいつはやっぱりサッカー知らんのじゃないか。ラグビー出身だよね、確かね。田島。だけど、伊藤純也必要だろ、今。どう見ても。ここで堂安に帰って純也だ。マジ危ねえじゃん。飛び道具なんだから、純也は。あのスピード。三笘だけじゃダメなんだよ。三笘と純也。2ペア。勘弁してよ、ほんとに。